はい。こんにちは。ナートヒョです。本日はですね、あの、遅くなりましたけども、えー、Galaxy S22 の、まあ、お話まとめ、10月版というところでいきたいと思ってます。が、ただし、えっ、ー、と、ちょこちょこあの、ライブ配信してますので、 そこに、何て言うんだろうな、出席頻度の高い方は、あの、おそらくこの動画あんま見なくていいと思います。<laughs> そのライブ配信の中でちょこちょこ話してることを、まあ、パッとまとめるっていう感じですから、まあ、言ってることはほぼ同じなんで。 ライブ配信に来ていただいている方は、まあ、今回の動画あんま見なくてもいいんじゃないのっていう感じがします。で、今回はですね、えっ、ー、と、前回9月版ということで、ギャラクシー S22 シリーズ、えー、無印と、まあ、プラス、もしくはこれはプラスはプロになるかもしれないって話もありますけども、それと、あとはウルトラですね。この3機種を今年出た S21 シリーズそれぞれと、まあ、並べた、 え、スペック表なんかも出しながらですね、現在こんな感じで、あの、情報が出てきてますね、なんていう、まあ、リークの情報をまとめてお話をしてましたけどそれをまあ、スペック表も含めて更新していくというところと、え、あとは主にはですね、そこからですね、まあ、もうすでにその動画を上げた直後ぐらいからですね、まあ、こんな感じの、まあ、筐体デザインになりそうだよ、みたいなのとか、あとはそこに関しての、 えー、アクセサリーメーカーなんかがね、先に手に入れる、まあその型、型ですよね。それを元にしてケースなんかを作ったりする。まあ要はどこの部分をこう,きう切り抜いてというか、穴にしていかなきゃいけないかとかっていうのも含めて、アクセサリーメーカーの方には先に、まあその 3D モデルだったりとか、そういったものがこう渡るわけですよ。 そういったものの画像が出たりとかもしてきていたので、そういったのも含めて、で、あとはそうですね、金型とかも確かですね、画像としては出てきていたと思いますし、まあ最近だともうそういうのを含めた、あの、総合計してレンダリング画像に、CG のレンダリング画像にこう、落とし込んでるものもいくつか出てきたりするので、まあそこを見ての一気一遊していこうというところです。で、 えっと、まずスペック表からいきたいと思いますけども、えっと、今回ですね、えっと、10月版で主に変わったところといえば、サイズ感かな。サイズ感のところが主に変わったところですね。細かく言うと、例えばその OS の 1UI のバージョンとかそういったところも変えてはいるんですけど、 まあそんなところが変わったところかなというところです。で、愛も変わらず、S22 ウルトラの S ペン対応っていうのはちょっとわかんないんで、その内臓非対応っていうのはわかんない。ただその21ウルトラで S ペン対応してますから、ね、一応 S ペンって書いてますと。いうところですかね。 基本的にはこんな感じになってます。で、一部ではですね、カメラ周り、特に外カメラなんですけども、えっ、ー、と、現状だと、S21 ウルトラと、またはその S21 シリーズと、まあ、そんなに変わらず、まあ、無印シリーズとかと比べたそっちは変わってるか。ウルトラなんかは、そんな変わらずのスペック書いてあるんですが、ここがですね、もしかしたら、えっ、ー、と、1億画素のカメラ以外が、 1200万画素で統一されるんじゃないかなんて話もあったりするのと、あとはその無印とプラスの方に関して言うと、1000万画素の望遠カメラがあるんですが、これも1200万画素になるんじゃないかなって話もあったりするので、そこら辺がどうなのかなっていうところですかね。うん。まあ、こんな感じが出てきているところですか。 はい。あとはですね、その新しいチップセット周りですね。ここで言うと、まあ、ちょっと怪しいベンチマークスコアぐらいしかまだ出てきてないので、うん、なんか信憑性があんまないやつ。うん、それだとちょっと、あんま話すべきことじゃないかなというところですね。ただまあこの、例えばスナドラに関して言うと、 えーまあ、搭載されるであろうものが898という話になってますがつい先日、えっと、ミドルレンジ帯のものなんかでも新しいシリーズを発表してたりして、まあ、それもまたですねあの順当な進化も遂げていたりするのでなんて888で,すか、ね88でまあ、ちょっとネガティブに伝えられていた発熱だったりとかそういったところの解消がねあ,のある程度進んでいることを個人的には望んでいると、まあ、そんなところに留めておきましょう。 はい。で、えっ、ー、と、こっから、まあ、主に前回なかった、えー、画像を含めたところでの筐体に関してのお話をしていこうと思ってます。まずですね、まあ、スペック表を見てもらった後での、まあ、ちょっと、総合的なというか、結論というか、うん、いいところもあれば、心配なところもあるな、 っていうふうに個人的には今 S22 シリーズ全体を見て思っていて特にえっと心配はちょっとウルトラシリーズの方に大きくあるなっていうふうなところですかねまあ、ここら辺があのライブ配信に参加してもらった方は既に聞いてるところなんですがでいいと思っているところはどんなのかっていうとこれあのシリーズとして見た時にめちゃめちゃバランスいいんですよはい あの、S21 シリーズを一度ちょっともう一度スペック表出してみてほしいんですが、例えばディスプレイサイズなんかほぼほぼ21プラスとウルトロって変わんないじゃないですか。うん。サイズ感もそんななんか縦の部分がっていう感じで、横幅とかほぼ変わらずっていう感じで来ていて、なんかこの、 せっかく3シリーズそれぞれ出してるのに、なんかあんまりバランスとしては、なんか良くないなっていう。それがですね、S22 シリーズになった時に、めちゃめちゃバランスいいところで整えてきてるんですよね。もう、明確に違う。うん。違いをはっきりさせてくれてるっていう。なんかユーザーに迷いを与えないというか、そんな感じがしてるんですよね。で、しかも、あの、無印の方に関して言うと、まあ、若干小さくしてるので、 手のひらでスマートフォンを使いたいという、えー、まあ割とカジュアル層ですね。そういった層に受けることを狙ってるんだの、でね、る狙ってるんだなと。紙ミッだな。というふうなところですね。横幅70ミ、mm、リっていうのはまあそこまでですけど、まあそれでも持ちやすいサイズですし、縦が145ミ、mm、リですから、割とポケットとかにもね、スッと収まりやすいサイズなんで、でそれでいてその上の プラス、もしくはプロってなった時にサイズが上がると、うん、まあよりだから映像コンテンツとか自分で撮影したものの編集とかっていうのをやりやすいサイズ感っていうのが1年上がってできるっていうことですねだそういった意味でのプロとかプラスっていうことなんだと思うんですけどまあそこら辺がいいなっていうところですよでその上のウルトラがさらに大きくなっていって もちろんプラス、そのランブだったりストレージっていうところも強化されるし、カメラも強化されるっていう、まあ、まさにウルトラに、この3、3つの中では一番最上位だなっていう感じがするものになってるので、めちゃめちゃいいバランスだなっていうところと、あとはその、今現段階で出てきているリークで言うと、そのスペックですよね。いわゆるこうやってスペック表に載る部分に関して言うと、 そんなに進化大きなものはされない、されてないんですよ。今のところはね、出てる情報だと。でもこれが、まあ要はブラッシュアップってことですよ。S21 のブラッシュアップってことなんで、まあ完成度を高めたという意味合いにおいては、まあ堅実だし、すごいいいことやったと思うんですよ、ね。で、これがね、まあその、俺と同じような、 まあ俺よりもさらに上を行く、スペック中の方の視点で見ると、まあ要はサプライズ感というか驚きがないんで、うん、そういった部分を、まあ価格にもよるかもしれませんけども、残念に思う方々も出るとは思うんですよ。ただ、ただね、まあそりゃそうだろうなと、いうふうにも思います。最近のまあギャラクシーだったり、またはその、 えー、ハイエンドスマートフォンを出していってる、まあ、各メーカーの動向だったりをしてみると、そんなに毎年毎年ジャンプアップをするっていうのはなかなかしにくくなってきてるっていうのは現実なんだと思うんですよ。特に、まあ、そのパンデミックが起こったっていうところもあるから。あの、生じそのハイエン、あの、なんだろうな、半導体、半導体不足っていうだけじゃないと思うんですよ。まあ、いわゆるその研究開発自体を、 するっていうところが、なかなか、まあ、その、例年通りのスケジュールだったりとか、そういったところでこなせてないっていうのが、まあ、それがもう内情なんだと思います。だし、まあ、実際問題、そんな、こう、毎年毎年、ボン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 、こう、モンスター級のものを出しても、まあ、現実問題、その、ミドルレンジの方に、だんだん市場の、なんていうか、厚みというか、 ユーザーがそっちに集まる傾向になっているのは、まあ誰しもが、まあもう今当たり前に感じていることで、だったらやっぱりブラッシュアップを一年、例えばその新しいのを出したら次の年はそのブラッシュアップみたいな、いわゆるその今までの iPhone が S でやってきていたようなことをやっていくっていうのが、まあベターな手法なんだろうなというふうに思うんですよね。 で、実際問題 S21 で全く何て言うかその不満が出なかったわけでもないですから、まだその発表されて検証されないとわからない部分ではありますが、それが S22 でですね、解消されるのであれば、こうやってラインナップとしてバランスをとってきて、かつそういう完成度の部分での高さっていうのが担保されればですね、なかなかいいスマートフォンの まあ、このギャラクシーのシリーズになるんじゃないかなというところですね、うん。そういう、なんだろうな、いい感じ、ポジティブな部分は感じているというところです。で、ただですね、心配な面。これは特にウルトラに関して多いにあるんですが、その心配な面っていうのは、やっぱりレンダリング、予想レンダリング画像が出てきた時から感じているところで、 まあ、無印とプラスに関して言うと、ちょっとデザインが安っぽくなるなというふうに思いました。はい。あのー、ただその分、若干薄くなったり、まあ、おそらく多分軽量化にも起因するんだと思うので、人によってはそこが嬉しく思うところもあるかもしれませんけど、何かっていうと、 えっと、S21 シリーズに関して言うとですね、カメラの、カメラ周りを覆っている金属プレートですね、これがですね、サイドフレームから伸びてきているような見せ方になっていたんですよ。これがね、変わるんですね、S22 シリーズになっていると。あの、正面から見た時には、まあ、そんなに大きな 変更点は、まあ、単純に色が変わったねとか、そんな感じぐらいですけども、あの、やっぱりそのサイドフレームから、こう、この金属パネルが伸びてきているっていうような形ではなく、単純にこの形の金属パネルを、パーンってそのバックパネル、カメラ部分に貼り付けましたっていうだけになっちゃうんですよね。なので、その、ラインの、 連続した時のこの美しさみたいな、まあ要はエレガント感みたいな部分が、ちょっとなくなるな、これはとで。むしろまあ、その多分、工業的にはですね、工業、インダストリアル的には、はい、あの、作りやすい形状だと思います。もうパコンパコンパコンってこう、貼ってきゃいいだけ。まああの、単、端的に言うとね。その前の、え、そ、 S21 S の時は、割とこれ、複雑な形状になってますから、そうじゃなくなるんで。でその点がですね、個人的には、ちょっと残念に思ってます。せっかく、まああんまり他社がやらないようなデザインを行い、で、かつまあギャラクシーシリーズとしてもデザインを一新して、あ、結構か、なんだろう、綺麗な、美しさもまとった、 あの、新しいデザインをやったなというふうに個人的に思ってたのが、急にちょっと普通になっちゃうなというところなんですよね。これがだから個人的には、このリーク通り出てきて欲しくないというなんか正直な気持ちですというところで、これがまあ無印とプラス、まあもしくはプロ。 に言えることですね。で、次にウルトラなんですが、これが一番の懸念点です。で、カメラ周り、今言ったその他の2機種と比べてカメラ周りに関して言うと、まあ、ちょっと3パターンぐらい今レンダリングが出てきていて、まあ、1つは理想みたいな感じで出てきてるんですけども、まあ、ほぼほぼフラットにして、 まあカメラフレームをなしにして、ポコポコポコッと穴が開いているものになると。まあこれも多少このとつってますけど。で、または、なんとなくその、まあよく外人の、まあ、コメントとかで見ると、なんかアイランドとか、まあ島状になってるとか <laughs>、いうふうに言われてるような形状がそれで出てきたりしていて、まあちょっとどう、 うーんっていう感じね。まあ一番の理想だと言われている、ほぼほぼフラットにされてるやつが、まあスッキリしていて、良さそうにも思いますけども、うん。ここもちょっと微妙だなっていうふうに正直思ってます。これうまい処理のものになってくれることを願うばかりだったりするのと、あともう一つですね。前回その S21 ウルトラの時に、 まあ最上、S シリーズでも最上モデルのみが S ペン対応になっていて、この S ペンはただ、ノートシリーズとは違って、端末にはまあ内蔵できず、その代わり、その純正のケースだったりでペンをまあ持ち歩く、くっつけて持ち歩くことができますよ、というものだったわけなんですが、今回の S22 ウルトラに関して言うと、 筐体の中に、この S ペンを内蔵できるというもののようなんですね。今のところリークとして出てきてるのが。個人的にはこれがちょっと、あんまりいいこととは思えていないんですよ。というのもですね、うんと、やっぱりノートシリーズを望んでる方がもちろんいるのはわかります。 俺自身もノートシリーズは歴代使ってきていたりして、まあ、あの、割と個人的にはファンだなって思ってたりするところもあるし、S ペンってやっぱり今でも普通にちょこちょこ使ったりしてますから、それなりに便利に思うところも多々ある。で、スマートフォンの中でこの S ペンっていうのは、まあ、大いに特徴的でもありつつ、まあ、その使い勝手も結構もうこう何年もやってきてるのもやっぱあってですね、すごい完成度高いんですよ。 まあだから今でも使うんですけど。なので、そういった需要もあるのもわかるし、完成度も高くてデバイスとしても素晴らしいものだよねっていうところもわかるんですが、やっぱりノートを求めてる人と S シリーズを今まで買ってきてる人っていうのは違うんですよね。まあ、簡単に言うと S シリーズ買っている人は別に S ペンいらないんですよ。 スペンいらずに、単純にその歴代、毎年毎年のこのギャラクシーとして、一番のスペック高いもの欲しいですっていう。まあ、そこには、まあそれぞれ様々な理由があるかもしれません。カメラがめっちゃいいからとか思ってる人もいるだろうし、でっかい画面がいいんすよとか言ってる人もいるでしょうし。 まあ、あとはそのチップセットも、いや、そこにプラスラムやストレージっていうのも、あの、その例年のギャラクシーの中で最高峰のものを搭載してるんで、っていう。いろんな理由で、この最上位版を買うんだと思うんですけど、ただし、それでもノートを買ってこなかったのは、S ペンは別にいらないんだよね。だからだと思うんですよね。で、まあ前提として、えっと、昨年ノート、 最後になって、今年は結果的に出てないんですが、なんでそうなってるか、もしくはそのそうなる前の段階での、えー、話としても何があったのかっていうと、ノートシリーズはもちろんあのヒットシリーズでしたけども、ここ3年とか、年々その販売台数が下がってきてたのは確かなんですよ。うん でも、残念ながらそれは事実ねだから、ノートシリーズはっていう今の状態があるんですよね。もちろん、えっ、ー、と、Z シリーズ、フリップだったり、フォールドだったり、これもうすでに今年で3機,3機種目ということになりましたけども、それでもですね、まだまだノートよりも売れてないです。うん、じゃあ、 ノート出してもいいじゃんと。もちろんそれなりの需要があるでしょうと思いますが、えっと、今までは S シリーズを年始めの方に発表、まあまたちょっと遅れて発売して、まあ年の中の方で、まあ要は後半にかけての目玉商品としてノートシリーズを出すという、まあその、そういう形でやってたんですよね。ダブル、 なんて言うんだろうなハイエンド。うん。ダブルハイエンドというか、そういう感じでやってきたのが、Z シリーズも出す、出して、そこでノートも全部含めて出すってなると、3つを出していくってことになるわけですよ。これはやっぱり、今のサムスンを持ってしても、なかなか厳しいんだろうと思います。で、Z シリーズは、逆に、その、 自分たちのサムスンとしての技術力の高さっていうのも含めて、なんていうんですかね、アピールしていく意味合いもありますから、だから、今、現実としてはまだまだ,だ販売台数はしょぼいですけど、サムスンとしてですよ、シャアを上げて、いっちゃん力入れて盛り上げてくぞっていうものなわけですよね。う,ん、うちが、 フレキシブル UKL、トップで、トップなんでと。はい。研究機関、ノウハウもそうですし、それをもってして、これがいいんですよと。どうよ。で、それをもって、えー、まあ今でもまだ噂がありますけど、ピクセルフォールドだったりとか、あとはその、まあ iPhone もね、 フレキシブルを数年後には販売するんじゃないかという予測が立てられてますけども、まあそういったもののパネル供給っていうものに今使っていこうというところなわけで、要はシャアを上げて盛り上げようとしてるものですよ。一番力を入れて。で、S シリーズの方や一番のボリュームシリーズなわけですね。一番一年で売れるやつ。S シリーズ。だから、 この二つはどうしても外せないんだよね。消去法でノート外すしかないわけですよ。で、それでもノートの需要があるから、今年は S21 の上位モデルとフォールド3に S ペン対応というものをやったわけですよね。ただね、ただ、これはあくまで、ね、S シリーズもフォールドもオプションなんですよ。 内蔵させてないのは、そこ大きな理由で、みんながみんな S ペン必要でもないよねっていうのがやっぱあるからです。で、S シリーズをやっぱ今まで買ってきてノートを選んでなくて S シリーズを選んできた人たちにはやっぱその気持ちがまあ普通にあると思いますし、ね、ペンを内蔵ね、するんだったらもっと軽くしてくれだとか、もっとバッテリー積んでくれだとか、 もっと耐久度高めてくれたとか、いろんな、そっちの要望の方がね、高くなり、なると思うんですよ。もっと安くできるでしょとか。ね。なので、個人的には、内蔵までするのはちょっとやりすぎなんじゃないかなっていうふうに思ってるところです。むしろ、あの、オプションとしてしっかり用意してあげて、で、ね、まあ、最低限が、 去年、去年っていうか今年か、S21 ウルトラでもやったような、えー、ケースに、まあ S ペンを、まあ入れて持ち歩くことができる。これが多分最低限。で、プラス、その S22 の来年の年になった時っていうのは、えっ、ー、と、S22 プラスの、えー、まあラインナップでも、S ペンには対応しますよ、というところなんだと思います。やるんだったらね。 最低限でやっていくんだったら。要はその、ノートシリーズでも、常にその、一番上位モデルを買っていた人たちばっかじゃないから、だからこそ、あの、S シリーズがいくらね、SP に対応したりとか、フォールトシリーズがいくら SP に対応したからって高すぎて買えませんと。まあ、そういった方々のために、やっぱりその、S22 に関して言うと、プラス、 の、え、ものでも、中間のものでも、S ペン対応っていうのが必要なんじゃないか、というふうに考える次第ですね。まあ、これがまあ、逆に一番無印のちっちゃいモデルでやっちゃうと、今度はノートの上手みないんで、単純にまあ、ペンが使いづらくなるだけだから、画面の中でね。だから、まあ、プラスぐらいではやるべきなんじゃないかな、というふうなところと、 まあ一番そのベストなものっていうのがまあ要はこのノートっていうのは筐体にこうやってペンが収まるわけですけどこのペンが収まる形の要は鞘がついた形のえユニットを作るべきかなというふうに思います。それをまあサイドフレーム まあ、ギャラクシーで言うと左側になるんだと思いますけども、カチッとはめると。まあ、それがケースでやっていくよりはスマートになるんじゃないかなって感じがしますね。ギャラクシーなんで、サイドフレーム金属だったりしますし、まあ、これぐらいの、まあ、その、幅のものをくっつけるぐらいだったら、なんかその、強度というところでも、そこまで大きな心配っていうのは起きないでしょうし、まあ、今時、そんなもんだからね。うん それがベストなんじゃないかなっていう感じがしますね。要は、ギャラクシーの、まあ、歴代のギャラクシーのこのペンが入ってる部分の幅分のユニットですよ。はい。それを使いたい人は購入して、自分のギャラクシー S22 シリーズウルトラだったり、プラスだったり、それにカチッとはめて持ち歩くと。 まあケースでもちろんそれが S ペンを使い、使うっていう人もいるかもしれないけど、まあ割と裸に近い形で使いたいんだったらそれですよと。まあそれがベストなんじゃないかなっていうふうに思っていて、だから現状、繰り返しになりますけども、えー、出ているリーク情報での S22 ウルトラの中に S ペンが内蔵されるっていうのはちょっと個人的にはあんまりいい気がしてません。 ノートファンでもありますけども、やっぱり S シリーズのファンの、立場になって考えても見ると、見てもあんま納得できない、うん。で、これはですね、ノート20ウルトラの時にも言いましたけども、やっぱペンをね、使わせるんだったら、裏も、それなりにのあの、カメラ突っていうのは、 あってもいいんだけど、ガタつかないような形状のカメラトツにしていただきたいって思っていて。要はデスクに置いてもガタつかない。そこも考えた形状になってほしくて。で、それだと現状、3種類出てきている S22 ウルトラ。もしこのまま S ペン内蔵だったとしても、ノートとして使うのにも、あんまりベストな形状とも言えないんじゃないかな。どれもね。 三つとも、三つのどれもがベストとは言えない形状じゃないかなというふうに思います。はい。あの、ノート20ウルトラの時にも俺はもうガタつき、これはもう、あの、一部ね、手で持って普通に目を取るだけっていうふうな使い方の人だったら関係ないけど、お絵かきしたりとか、落ち着いなんか、あの、クリエイティブな作業をするっていう場合には、置いてやる方も結構多いんで、その人たちのこと考えてるこれは形状なのかという話をしましたが、 まさに S22 ウルトラ現状で出てきているレンダリング画像もそんな感じなので、もうちょっとサムスンには、あの、ある意味、ユーザー、うーん今までのギャラクシーの S シリーズのファン、ノートシリーズのファンのそれぞれを大事にしてもらいたいな、というふうに思うところです。はい。あの、もしかしたらリークの通り、このままいくかもしれませんけど、俺個人としては、そういった思いがあると。 はい。なので、えー、ここいいねって思ってるところもあれば、ちょっとこのまま行くと心配よと、あんまりいい思いしてないよというところもあるというところでした。えっ、ー、と、結構10月の後半になっちゃってね、申し訳ないですけども、えー、こういったような情報が S22 シリーズ出てきております。はい。またですね、ベッドで えっと、S21FE、ファンエディションですね。これの、ま、話もいろいろ出てきていて、えっと、一部では今年中とかに出るんじゃないかなんて言われていたりします。発表がもう、えっと、まあ、今年がもうあと2ヶ月ぐらいしかないですけど、その間中に発表されるんじゃないかというふうにも言われていたりします。で、 前のファンエディションを見ると、だいたい6万円とか7万円ぐらいだったりするんですよね。で、これが、これも個人的にはタイミングもあんまりは良くないんじゃないかなっていうふうに思っているところもあります。どうせ出すんだったら、もう S22 シリーズの FE として出しちゃう方が、要はその、一番安いギャラクシーから、それなりに、えー、小型で無印のものがあって、 大きい画面のものがあって、で、一番最上位のものがあって、ボーンって出しちゃった方が、まだいいんじゃないかなと。どうせその S21FE っていうのを、今から S22 シリーズが出る、要は発表されるのが、まあ、順当にいけば2月ぐらいですけども、出されても、もうすぐ S22 が待ってるのは分かってるし、実際の価格として、例えば日本で言うと、あの、 A52 とか、そこら辺のラインナップの価格と大差ないんですよ。S21 の価格もね。だから、もちろん、スペックのこのあれはあるんです。差が多少あるんですけども、そんなになんかインパクトないんじゃないのっていうふうに思っていて。やるんだったら、S22 のシリーズの発表に合わせて、S21FE なのか、まあ名前をまあ22に揃えて 22FE なのか、 ポンって出しちゃった方が本当はいいんじゃないのかなって思ったりもしてたりするところですかね。うん、あんまりなんかメリットとして大き,大きく感じないんですよね。うん、このタイミングで、あのー、S21 の FE を出すってことが。なので、まあ 出たら出たで、ああ出したんだってなりますけども、そこら辺もちょっと会議的に考えてるというところです。はい。以上ですうん。あとその他に言うと、例えばそのインカメラがアンダーディスプレイカメラになるのかならないのかとか、そういった話もあったりしますけども、個人的には別にならなくてもいいでしょうっていうふうに思ってたりするところもありますし、えー、またはそのカメラに関しても、 えっと、一応サムスンって2億画素のセンサーもですね、今年は、新たにその発表したりもしてますので、ウルトラがこそそれが今度もまた、ね、その最新のものというところで当選されるんじゃないかとか話もあったりしますが、まあ、うん、あんまりなんかその画素数だけ追ってもっていうのはあったりするじゃないですか。うんそれはそれ、それはそれでね。 1>, 1億画素でもまだ持て余してるというか、例えばその保存に若干のタイムラグがね、えー、生じたりとかうん、いろんな考え方がいろいろありますから、そこら辺もうちょっとサムスンとしては使い勝手を良くしていったりとか、本当にその1億画素がこんだけいいんですっていうところは、まあ、もうちょっとその浸透させるっていう、そっちの方に注力してほしいなと思っている部分もあったりするので、2億画素もあんまりかなって思ってたりするんですよね。まあ、もちろん えっと、搭載されれば搭載されるで、俺は、あの、喜ぶと思いますけども。スペック中的な、あの、血が反応してね、喜ぶと思いますけども。えー、まあ、リーク情報をね、引き続きね、見守っていきたいなというふうには思います。まあ、11月でまた新たな情報が出てくるのかわかんないですけども、うんまあ、追いかけていきましょうか。はい。っていうところです。はい。 まず見たな。バイバイ。